トーマス・バンクス、トーマス・バンクスは、イギリスの彫刻家。測量師を父に持つ。父親から絵画を習い、後に、木彫り職人に、弟子入り。余かに彫刻を始めた。1772年に、奨学金をもらい、ローマに行くが、その前までには、いくつかの作品を完成させていた。1779年に、イングランドに戻ったが、古典的な詩に魅力を感じるようになり、 以来それが彼のインスピレーションとなる。その後サンクトペテルブルクに渡り、彼の作品キューピット・トーメンティング、イバタフライを購入したエカチェリーナ2世に雇われることになる。再び、イングランドに戻り、力強く巨大な彫刻、ブリセンスを失ったことを嘆くアキレスを完成させる。その後英国美術院の会員となる。彼の作品は、セントポール大聖堂やウェストミンスター寺院にある。 彼の制作したウォーレン・ヘイスティングズの彫刻像は、ナショナル・ポートレート・ギャラリーにある。彼の最も有名な作品の一つである、シェイクスピア・アテンデット・バイ・ペインティング・アンド・ポエトリーは、ストラトフォード・アポン・エーボンにある。また、ホメロスのイリアスを主題にした作品が、ロンドンのビクトリアアルバート美術館に収蔵されている。ありがとうございます。